おはようございます。ティーレッタ申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。ギッって言っちゃったでしょう。あのね、急にゲップが出た急にゲップが出た。なにこれ急にゲップが出ました。一体何なんでしょうかね。これ不吉ですねいやー、最近こう土曜日で休みだと友人と遊べます。非常にいいことですね。はい。ね、11月は夜勤がね、10月より少ないんで、その点楽です。はい。仕事は大変です。うん。というわけで行ってみよう。というわけで今回はちょっとしたね、まあ、パーティー紹介なのかな。そういうので紹介したいと思います。はい、武器破壊の次をね、何のなしに装備させちゃいましたけど、これね、ちょっとしたパーティー紹介ですね。これはね。まあ、ユニークに行きましょう。サソリアーマとね、プテラノンです。こちらね、プテラドンが単体攻撃のテールウィップに変化。で、サソリアーマのね、1対1の攻撃。まあ、賢い方わかるでしょう、これね。まあ、このパーティーに関しては、まあ、本当に、全員技が単体攻撃なんですよ。なんで、安定の全体攻撃で詰めることとかはできないんですけど、その代わりね、こういう全部単体攻撃のパーティーっていうのはこれができます。はい、ポチッと今押しました。はい、これですよ。捨ててこだんす。あ、いいよこれで回収力がね、出やすくなります。はい、もうね、 75% ぐらい追加されるんですよ、回収の時期がね。これのおかげでこの単体攻撃のモンスターですが全員ね、おー、いいね、プテラドを避けていく。いいよ、ね、プテラドの戦士と相性ありますから、意外とね意外とあんのよね。まあ正直ね、どっちも単体攻撃のおかげでプテラドンはこうやって使われるわけないですけども、個人的にはギラの方が変わってほしくなかったな。なんで君が通行ねんのあ、ちょいちょい、それはもう不慮の事故ですよ。こういうね、不慮の事故があるんですよ。回収時期で出やすくなって、通行時期で出やすくなってませんからね、間違いですよさあ行きましょうね。これはもう回収でしょ。はい、オッケー、オッケー、オッケー。そして測り次、単体攻撃、唯一の単体攻撃です。これも出るよね、会心これ。はい、はい、オッケー、出るね。これは強い。やっぱ会心の時期が出ると、会心の時期判定だったら相手は回避できないからね。でかつ勇気もたまるんです。僕これでかいのよね。うん、会心の時を狙いに行くパーティーでもあるけど、こうやってもうね、意図的に狙うのはね、かなりでかいよ。意図的に狙うことができれば、それはもう一気にダメージレスも有利になりますから。お前らどうした急に君たちいきなりどうしたの。いや、単体攻撃はね、ああいう風にミスもね、やっぱ怖くなってくるけどね。でも基本的には、あ、OK! 君たちどうしたの、みんな外したし、ちょっと待って、みんな外してる。いけ、テールウィップ。オッケー、全然効いてない。プテラドンの力高くないしな。60ぐらいしかないからね。いくぜ、破壊の一撃。せーの。オッケー、いいよ。順調だ。唯一、主人公で単体攻撃できる技っていうのは、この本当に皮肉ですけど、破壊の続きしかないんですよ。なんで、プテラドンが麻痺してしまったり、な勇者が動けな、まあ、主人公動けなくなったりはあるんですよね。プテラドン本当に受けるね。いいね。やっぱ戦士のパーティービルド上ね、やっぱね、こう回避率が一体高いのを言っておいて、こうやって受ける、これがね、個人的にいいパーティービルドだなと。まあ、ちょっとしたパーティー紹介ですよね、これはね。うん。いくぞ、破壊へと導くのか、破壊の劇、せーの、はい、ドン、オッケー、いいよー。プテラドン終盤競り合いにも有利になるけど、プテラドン遅いね、君ね。サソリは回して、エールハンマー、そしてラストは、スイーバム、行くぜ、おおおら待て待て待て今度はですね、まあ僕はV ジャンプのガイドとか持ってますんで、V ジャンプのガイドのチームにも使ってみるかと思ったんですよ。まあ、そういう考え方もあるかと思ったパーティーです。デスゴーゴーとマーミーですね。
呪文4つになっちゃったけど。要は僧侶の特権の耐えるっていう戦法をね、かなり体現してますよね、これ。僧侶の戦法っていうのは結構昔にも言ったんですけど、スバゼに勝ってから光のためで勇気貯めたりして耐え抜くっていうのは結構僧侶の黄金パターンなんですよ。僕がよく使ってる自己フラッシュでね、デンタル1を殺しましょうみたいなね、それはねもうね、異端みたいなもんですよ。異端僧侶ですよ、そんなの。なんで基本的にはこう状態異常とかそういうのを狙っていって、ベホイミとか粘りつつ勇気のとどめの授業を打つっていうのが一番よく見られる戦法かなと。めっちゃ効くけどね、こうなると俺削り切りたくなってくるからな。もう削り切りたくなってきた俺。おいいね、マミー避けるね、意外と受けんだな。烈風山、まあ大丈夫でしょう。デスゴーゴンがねマジでいいからね。デスゴーゴンがほんと硬いんですよ。デスゴーゴンの硬さやばいよ。あ、ナイスガード、いいね。このマーミー賢さ28から繰り出されるラリー法で眠らせてくれましょう。行くぜ。はい、当たり前や、当たり前や、お前当たり前や。もうさあ、ここに自己フラッシュね、光っていた口が。はい、あでもそっか、そうそう、これでメインゲームのとかにしつつ、ベホイミンもしつつでね、いろいろいけられるからね。恐ろしいわ、僧侶って。僧侶って一番個人的に恐ろしいんですよ、そう考えると。耐え抜かれる子供が、耐え抜かれるって結構焦るもん。個人的にやっぱ耐え抜かれるってやっぱ焦っちゃいますもんね。そういう意味では僧侶って一番怖いよね。はい、寝るよ。聞いたけどもやな、お前か。多分お前起きるだろ。確実に起きるのはバギマとジオフラッシュってんだから、こっち。よく当たった、むしろ28の賢さで。なんか削り切りたくなってきた。削り切れるんじゃん。アブトアリー、はい、受ける、いいね。僧侶回避率も高いからな、そこそこ高い。僧侶回避率 10% ぐらいは出るからあるからね。あー痛いね。あ、まあ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 、まあでも打撃弱点とかじゃないから、まあそういう意味ではいいのかな。自己フラッシュして、で、ここら辺りでつばぜりかけます。そして勝ってから、で、つばぜり勝って、で、そしたらあとは耐え抜くと。はい。じゃあ行きましょうか。黄色安定するんですけど、赤は安定しないですよね。はい、勝ち。もうこれで相手に勇気ガチャできなくなりまして。もうあとはもう詰将棋ですよね、こんなん。耐え抜けばいいんですからね、はい。ラリホで眠らせようぜ。はい、害悪。害悪すぎん、これ。あ、でも自己フラッシュ起きるんじゃね、まあ起きても最悪。戸惑いながら攻撃だから耐えるか。もうなんか何これ。あ、起きてるね。戸惑いながら攻撃でしょ。なんやお前らその攻撃は。シュールやぞ。シュール。うん。シュールな攻撃やな。ここまでは順調だ。で、光の弾使って。で、そしたら次のターンになんか勝ちが確定ですよ。とどめしか打てんだよ、こっちは。もう、ここまで来たら詰将棋ですよ。やだ、このパーティーやだわ。俺組みたくないチームだわ。いいね。いいねじゃないよ。これ対人戦使ったら怒られるんぞ。ほい、なるほど、寝ろ。寝ろだ。はい。あんまりだわ。これあんまりですよ。ベホイミか、ああ、まあ、ベホイミやったらもうね、もう子供泣いてるで。こういうことされるときついよな、耐久はな。これで勇気たまるね。はい、勇気たまる。もう何をしようがもうね、無駄じゃないかな。これは何をしようが、もう勝ちですよ。だって、向こうに戦術300削る手段もなければ。ねえ。おい、よーははは、デスゴーゴン勝ってー。勝ち勢だな、こりゃ。なに何する？自己フラッシュや、もう勝ちじゃん。もうこれもうとどめ付け綺麗に勝ちましょうよ。
はい、勝ちです。攻略本チーム、これはずるいよ。これずるいずるい。こんなのずるいよ。これはずるいで。もう、完膚なきまでに倒してんだもん。はーい、オーバーキルしに来ました。勇者さんに、スペシャルカードおめでとう。このゲームでは3人までしか勇者を召喚できないんだ。すまんな。行くぞみんな。3人の勇者が構えて、ロトの血を引き継ぐ者3人構えて同時攻撃だ。わざわざもう、あもう何これ何ちょっと。これはひどいな。というわけでね、この会心連打チームあったじゃないですか。やっぱこういうね、まあ、長所というか強いパーティー、会心連打チームっていうのは、どんなパーティーに強いかっていうのは、まあ、こういうパーティーですよね。はい。こういうパーティーに対してすごく強いんですよ。まあ、プロトキラー、メタルスライム、賢者っていう、まあ、固めのね、賢者パーティーなんですけど、はい、こっちは。こういう HP が低くて硬いタイプ、メタル系だと絶対 HP が低くなりますからね、言ってしまえば。そういうパーティーに刺さる。本当に刺さるよ、これは。ね、相手がいくら硬かろうがね、会心的でも貫通しちゃいますからね。はい。じゃあ行きましょうよ、皆さん。おー、メタセム、デイン言ってくる。まずは。第3の層、デイン。はい。まあ、賢者の火力結構、あ、いやこういうこと、こういうこと。こうなっちゃうのよ、こうなっちゃうのよ。ガンガン行こうぜと。サソリアーバー、頑張れ。お前だ、いけ。さあ、行くぜ。足元になって会心出せ、ほら、へい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 。いいよ。さあ、向こうはラリウマ、黒いね、賢者。おー、強い、かっこいいなあれ。さあ、行け、会心出そう。お前も会心出せ。で、こう、会心出せって言えるのいいよね。はい、あれー出ろい。ねえ、こうなるとね、このパーティーはただ単純に負けるだけなんじゃないかと私的に危惧しておりますね。会心的に出やすくなったらからね、あくまで出やすくなったらからがね、出やすくなったからがしょうがないよね。出やすくなっただからしょうがないわな。でもこっからさ、なんかさ、どんどんさ、こうやって持ってかれんだよ。デボラフラワーパーソン、さあ向こうのね、賢者チームに今から耐え抜かれるんじゃねえかな、もしかして。さあ、フラフラッと水剣のごとく殴りかかる。はい、ラグの杖、おやすみー。ああ、もうこうなっちゃうともうダメだ。こうなっちゃうともうダメだ、このパーティー。やっぱ一回しか使えないからな。ああ、もう何これ、ちょっと。なんだこれ。もうなんだこれは。おい、なんだこの戦いは。ああ、ひどいな。これひどいね。かなりひどい戦いになってますよ、これ。さあ、さっき動かなかったけど。いけ。あ、でも、フラワーパラソン無効化してんな。へぇ。完全にもうさ、主人公に行かなかったね。まだワンチャンあるか？まだワンチャンあるのか、お前ら。ワンチャンあるか、お前らな。頑張れ。会心連打チーム、一回なんか別の、ね、自分自身で会心出せよ。お前ら自分自身で会心出すしかないぞ、もう。ここまで来たら。右手にない方、左手にドラマ。ガタジマ暗黒属性、ラリルマ。あ、でも寝なかったね。偉いよ。威力高いかな、ラリルマな。大丈夫かな。もうダメ。やばい、もうダメだ。向こうで続くもんだぜ。こっちも会心出せよ。あ、こっちも会心を出すぜ。はい、せーの。はい、あれ。あ、でも。あ、もう終わりでーす。自分たちの力にさせよ、お前らはな。ああ。はい、というわけで今回は会心連打パーティーと攻略本に載ってたパーティーを紹介しました。会心連打パーティー面白くはあるんだけどな。今回は全然刺さらんだけどね。
状態上に弱いっていうのも見せられたから、まあいいかなとは思いますけどね。はい。こちらのパーティーはね、また、友人たちにもね、普通に使いやすいと思うし、爽快感あるからいいと思うんですけどね。はい。じゃあ今回これぐらい終わりたいと思います。お疲れ様でした。